魂を背負って戦う。従って下田アジャ、お前たちも魂を背負って戦え。アジャ、お前が背負う魂の名前はジャングルジャック。下田、お前が背負う魂の名前はスイートハーツ。そして二つの魂が一つとなったとき、伝説のタッグチーム、シモコングとなるだろう。だがな、前回ハニーウィングス越えを果たした私にとって、誰が来ようと無駄無駄無駄。そして最後のゴングが鳴ったとき、お前たちが耳にするのはこの曲だ。赤コーナーよりチームセレクト、アバランチジェクサー広田桜組の入場です。キャミダウン。
ッチ45分一本勝負を行います。青コーナー元スイートハーツ135ポンド篠田ビーナー、同じく元ジャングルジャック230ポンドアジャーコング赤コーナーチームエキセントリック135ポンド広田さくな。長代チルさん、やっぱり伊藤さしこ、やだよ。あれランチャーと見てたよ。やりよやりよ。なんでそんな気合入るの。お前とは気合が違うんだよ。っていうかお前試合中そんな汗かかないだろ。試合前だけだろそんな汗かいてんの。もう始めようよ。Yeah!
ゴールに運ぶってか。No!
ちょっとミスからこっちが危なかった面もあるけれども、まあ、そこは私のフォローで、うん、なったと思うし、今後の抱負はどうする？これまで破竹の勢いで、うん、関西に薫にアジアと来てるけど、まあ、今後の課題としては、うん、もう本当に言ってみれば最強、なんかこれは本当にスターダムにのし上がってきたっていうのは本当に個々 の実力もあると思うし、だからそれにお客がついてきたっていう、ちょっとカメラ何長い撮ってんの、私でしょ、私リーダー、私なんだから、そう、うん、まあだから今後の方としては、知らずに観客がついてくるっていう会場作りをモットーに私たちはやりたいと思う。リーダーからは以上かな。じゃあ頼んだよ、これからも。 Good job! Thank you! Good job! Thank you! ということで、自分が頑張ればベルトはいけるんじゃないかっていう話なので、個人的にはフラッシュで、ね、ベルトは巻きたいと思ってたんですけど、これでいいのかな自分は。でも T シャツもね、完売しちゃったしね、意外と人気なんだね、みんな癒されたいのかな。次の試合はほらバッチリしてるから、次の試合見てよ。あ、じゃあ来てくんないかな一人でちょっときついだよね、なんか一体にしてたような気がしてさ、限界を感じてきました。